平林初之助山吹町の殺人一、男の顔にはすっかり血の毛がうせていたふらふら立ち上がって台所へ歩いていく姿はまるで幽霊のようだったできるだけ物音を立てないように用心しながら 彼はそっと水道の線をねじって左手の手のひらにべっとりついている生々しい血のりを丹念に洗い落としたそれから電灯の下へ引き返して両手を広げて何べんも裏返してみたり斜めにかざして光に透かしてみたりして指の股や爪の根元に至るまで精細に検査した とした様子で彼はぼんやり床の上へ目を落としたそこには一人の若い女が見るも無残な殺され方をして横たわっていた左の乳房の株ちょうど心臓の真上と思われるところを手ぬぐいじの浴衣の上からただひとつきに短刀で突き刺されて仰向けに倒れ 左手は慌てて傷口の辺りを押さえたような格好になって血の中にうずまっており右手は右の瓶の辺りまで上げられたまま硬直していた下半身もしどけなく取り乱してはいたが別段ひどい格闘の行われたような跡もなく急所を狙ったただひとつきで即死したものらしかったじっと見つめていると 区間とほぼ直角に突き刺されたままになっている担当の塚がかすかに動いているようにも見えたがその実傷口の周囲におびただしく流れている血液の表面にはもう大きなしわができていたくらいだから被害者が強行を受けてからすでに少なくとも12時間を経過していることは確実であった男はくるりと後ろを向いて押し入れのふすまを開け メリンスの掛け布団を1枚出してふわりと死体の上にかけた担当の塚のところが少し突出してはいたが何も知らぬ人が見ればまるで疲れてぐっすり熟睡しているように見えた突然男は死体のそばにひざをついたそしていかにも考えに耐えぬような様子で被害者の青ざめた額を触ったり ほつれ髪をかき上げたりしていたがやがて死人の顔とすれすれのところまで自分の顔を持っていってまるで生きた恋人同士がするように死人の唇にものの5秒間も接吻していた男が顔を上げた時彼の両目には大きな涙が浮かんでいた涙は頬を伝わって 死人の冷たい顔の上へ23滴落ちた不意に何か容易ならぬことを思い出したものと見えて男はスックと立ち上がったそしてまるでバネをかけられた人形のように非常な敏しさを持って活動し始めた長火鉢の引き出し鏡台の引き出しそれから戸棚の引き出しを次々に開けて 隅から隅までしかし非常に素早く彼は調べ始めたそれが済むと室内をキョロキョロ見回しながら何べんも行ったり来たりして何者かを探している様子だったがそのうちに独りでにバネが緩んだような具合にばったり活動をやめてぼうぜんと部屋の真ん中に棒立ちになったまま太い吐息を漏らした。 目的物はとうとう見つからなかったらしい男はもう一度死体のそばにひざまずいて前と同じように被害者の顔のそばへ自分の顔を寄せてそっとほうとほうと,とをすり合わせていたがやがて力いっぱい女の顔を自分のほうに押しつけた死人を相手にしてのこれらの全ての動作は 全く沈黙ののうちに行われたた。であったやがて男は受け持ちの役割を無事に済まして舞台裏へ退場する俳優のように落ち着き払って玄関の前へ出て帽子をかぶり玄関に腰をかけて靴を履こうとした彼の視神経はたちまち緊張し彼の視線は急速度で旋回する単焦灯のように前後左右へ旋回した。 靴がないのだ。確かに靴脱ぎ台の上へ脱いでおいたはずの靴が影も形もなくなっているのだ念のため彼は下駄箱を開けてみたが無論そんなところへ靴が一人でに移転しているはずはない土間にはふだん履きの女下駄が一足脱ぎ捨ててあるばかりだったやっと回復した彼の落ち着きはこの思いがけない出来事のために てから覆されてしまった。しかも気が付いてみると確かに閉めておいたはずの玄関の戸が開けっぱなしになっているのであるきっと誰かこの戸を開けてどっかの隙間から自分の行為を見ていたに相違ないそいつが靴を隠して自分をまごつかせてやろうと企んだのだことによるともう表には警官が待ち構えていて 自分が一歩門外へ足を踏み出すが早いか自分の手には鉄の手錠がはめられるような手はずになっているのかもしれぬこういう疑いが稲妻のように彼の頭を横切って過ぎた手首に冷たい金属が触れたような感覚さえ覚えた彼は急いで女下駄をつま先に引っ掛けて夢中で表へ飛び出した 意外にも、外には何の変わったこともなかった彼は張り合い抜けがしたような気の緩みを感じたがそれでもやはりまんべんなく周囲に気を配りながら路地を抜けて通りへ出た暮れて間もない山吹町の通りはいつものように大変な人出であった商人の周りには用もない通行人が立ち止まってそこここに人きを作っており 夜店などには目もくれない連中が両側の人垣の間をひっきりなしに次から次へと行き来していたこういう人混みの中へ出てしまうと彼の真っ青な顔も人目を引くほど目立たなくなり背広を着て女下駄を履いている妙な格好にも誰一人注意するものはないらしかったすべてが普通であり何ら異常な点はなかった つい数十歩離れた路地に賛美を極めた悲劇が起こっていることを思わせるような何者もなかった大都会という巨大な存在にはあれくらいな出来事は皮膚の上へ一片のほこりが落ちたくらいの刺激しか与えないのだろうことによると東京市内にこれくらいな事件は現在20もあるいはそれ以上も起こっていてしかも 誰一人それに気がついていないのかもしれぬしかし彼自身は大都会そのもののような無感覚ではありえない彼は中屋銀行の前まで来ると筋向かいの靴屋のショーウィンドウの前に立ち止まりその中から自分が前に履いていた靴によく似た一足を物色して中へ入ってそれを買って履いた靴屋の小僧は彼の風呂などには全く無関心で まるで洋服を着て女下駄を履いているのはごく普通の服装でもあるかのように少しも普段と変わったところはなく愛嬌をよくしかも非常に事務的に新聞紙で下駄を包んで彼に渡した彼は江戸川橋の上からそっと下の川へその包みを投げ捨てて急いで引き返して電車に飛び乗った 証拠を残らないように非常に用心したにかかわらずすでに2つの重大な手落ちをしたことがひどく彼の気を腐らした一つは昨日被害者に出した手紙をどうしても発見することができなかったことだ昨日の夕方丸の内のポストで入れたのだから今日の午前中にあの手紙はついているはずだ してみるとクブクリンまではあのうちの中にその手紙は残っているに相違ないし家の中に残っている以上は遅かれ早かれ林県の警察に見つかるに決まっているしかもその手紙には今日の夕刻役所からの帰りにあのうちへ立ち寄ることが記されてあるのだ彼は電車に乗って間もなく閉まったと思った あの手紙は女が懐中かあるいはたもの中へ入れていたのに違いないということが気がついたのである女の身の回りを探さなかったことは何という取り返しのつかぬ不覚だったろう彼には被害者の襟元から水色の封筒の端がはみ出しているのがまざまざ見えるような気がした本当はそれを見たようにさえ思われ出してきた おまけに何より困ったことは手紙の要線に役所の要線を使ったことだ今一つの手落ちは何者かが玄関の戸を開けて靴を盗んでいったのに気のつかなかったことである玄関と今との間の襖は閉まっていたから中の様子が玄関から見えるわけではないけれども彼は靴を盗まれても知らずにいたくらいだから。 どんな隙間からのぞかれていたか知れたものでない靴を盗んだやつは靴を隠しておけば逃げ出す心配はないと単純に考えてその間に交番へ駆けつけて一部始終を巡査に訴えたのかもしれないそうだとすると彼は電車道までの帰りがけに急を聞いて現場へ駆けつける巡査とすれ違ったのかもしれないことになる考えただけでも 彼は背筋が寒くなった。それにしてもあの女はかわいそうなことをしたものだ彼の頭は急に別なことを考え始めた上野広小路で新名町行きに乗り換えてからにわかに混雑してきた電車の中で彼は過去2年間にまたがる被害者との関係を次から次へと回想し始めた「関係」 と言っても誠に他愛のないものではある思春期の男子に通用の一種の女性崇拝とでもいった心的状態が偶然に崇拝の対象として彼女を捉えたまでだったのだ一体男子がこういう心的状態にある時は崇拝の対象となる女性にはほとんど資格はいらないと言ってもよいただ人並みの要望と ほんのちょっとしたインテリジェンスのひらめき等をさえ持っておればそれでたくさんだ大家これから彼の本名で呼ぶことにしよう大家三四郎はそのころ放課の三年生だった女は麻吹光子といってそのころ浅草雷門のカフェ大将圏の女給の一人だったのである大家は数十人の女給の中で どういうわけか光子を崇拝の対象として選んだ彼女は別に他の女給に比して優れた点を持っていたわけではないが笑う時両頬にエクモができることと滑らかな関西なまりとがことによると大家の気に入ったのかもしれぬが実は大家自身にだってなぜ特に彼女が気に入ったかという理由は分からなかったのだしそんなことは わからぬののが当然でもあったはじめのうちは大家は毎週土曜日に必ず退場券の一つのテーブルそれも大抵他の客がすでに占領していない限り入り口から3番目の右側のテーブルと決まっていたに陣取って好きでもないウイスキーをちびりちびりなめながら時々みつ子の姿を見ることで満足していた2人が初めて口を聞いたのは それかかららもたってからだっだそれはほんのちょっとした挨拶にすぎなかったのだが大家は有頂天になってその日の日記のしまいに今思い出すと冷や汗の出るような甘ったる石を描いたことを今でも覚えていたそれからしばらくたつと冗談口の一つも聞けるようになりとうとう高級日に一度2人でた 日帰りで江の島まで遊びに行ったこともあったとはいえその時だって彼は記者に同席したというだけで手先や膝が触れ合うのさえ不必要に用心して彼の方で避けていたくらいだった外部に現れた2人の関係はこんなに淡いものであったが心の中はそうではなかった三四郎には美津子のあらゆる部分あらゆる動作が美しく なみなみならぬもののようにさえ見えたある時のごときは大正圏の前まで来て急に彼女に会うのが決まり悪くなって引き返したことすらもあった三四郎が大学を卒業してバツバツ賞初期に採用されてから間もない土曜日の晩であったちょうど4月のことで大正圏の広間には増加の桜がいっぱい咲き乱れておりシャンデリアは 部屋いっぱいに豊満な光を投げていた白いエプロンの襟に心中の番号札をつけたみつこは三四郎のそばに立ってちょっと辺りに気を配りながら小声で言った私近いうちにここをやめようと思うの芳醇なカクテールにほんのりほろ酔いしていた三四郎はそりゃあ困るね君がいなくなっちゃ僕の生活は アメリカなしのコロンブス同然だよ。と彼はドストエフスキーの文句を引いて不良少年じみた冗談口調で言ったでもねと美つ子は存外真面目でやはり辺りに気を配りながら小声で続けたカフェの女給なんて全く奴隷みたいなものよ主人からもお客からも踏みつけにされてねそれでいて 同士だっっててみみんな日が合っているのよ。口先では体裁のいいことを言っているけど女なんて心の中じゃみんな敵同士だわ日頃からフェミニストを持って認じていた三四郎は女からこの現実的な訴えを聞いて虐げられた女を虐げられた状態のままに凶楽しようとしていた自分の矛盾を恥じたそして非常に感激して 急に,真面目になってっていた。そりゃあいい決心だ。まったくこういうところに長くいてはよくない。が、後で生活に困りやしないかね。月にいくらあったらやっていけるもんかな。いくらもかからないと思うのよ。曲がりでもしてゆけば。と、みつこはうつむきながら答えた。 30円くららいなな。僕でも出せるがな君さえ構わなければだってそんなことをしていただいちゃすまないわなに君の方さえよければ僕はぜひそうさしてもらいたいくらいだこうしてみつ子はカフェを辞めることになったのである大家は実際月30円の負担と一人の女性を奴隷状態から救ったという 人道主義者的の誇りとの交換を後悔してはいなかったその日から大家の生活は一層引き締まって彼はふわふわした女性崇拝主義者から堅実な青年に一変したのであったそれまでだって2人の間の関係はきれいなものではあったがもちろん心の中まで彼がピューリタンであったわけではないがその後はますます几帳面になって三子が 山吹町の路地に六畳に三畳の借家住まいをするようになってから今まで手紙の往復以外に2人が直接会ったことは今夜とでも三度しかなかったくらいである金で女に恩を売ったように思われることを極度に警戒して彼は避けていたのだ2人のこれまでの関係を知っている者あるいは誤解している者と言った方が適当かもしれぬ 世界中に1人しかいない。な少なくとも大家はそう信じていたそれは大家が役所へ勤めてから間もなく田舎の女学校を出て上京してきたい名けのよしこだった。大家はよしこと同棲する前にそうするのが義務であると信じてすっかり美つことの従来の関係を彼女に平気で自白してしまったのであった その時よしこの顔がさっと曇ったのを大家は今でもよく記憶していたみつ子からはそのあと時々手紙が来た二人は会った時はいつも淡泊に分かれたが手紙ではかなり濃厚な文字を連ねることもあったまるで普通の男女間の交際の公式の反対なのだそれでみつ子からその手紙がつくたびに よしこの心が平らかでなかったことは言うまでもなかったよしこは明らかに二人の関係を誤解しているのだし誰だって誤解するに決まったような関係でもあったのだことに昨日の朝着いたみつこからの手紙には是非今日会って話したいことがあると書いてあったのでそれがもとになって彼がみつ子にまだ仕送りを続けているのは あまりにヨ子を踏みつけにした仕打ちだとよしこが涙ぐんで食ってかかってきたのをきっかけに今朝役所へ出掛けに二人は同棲後初めてひどい喧嘩をしたのであった三四郎の方ではみつ子に対して何らやましい関係はないということ男子が一旦約束をした以上は何とか相手の身の振り方が決まるまでは約束を破るわけにはいかないことを意地になって言い張ったので とうとう喧嘩別れになったままで彼は出ていったのであった。よしこはよしこで、これから私がミつ子さんに会って、じかに話を決めてきます。と捨てゼリフを残して三四郎に別れたのだった。ところが、三四郎が役所から帰りにミつ子の家へ来てみると、ミつ子は、もう死体となってしまっていたのだ。 美津子の死体を見いだした瞬間から大家三四郎の頭にはどうしても抹殺することのできない疑いが必要にすくった彼はこの疑いに触れることを恐れてわざと避けていたのであるが避けようとすればするほどますますはっきりとした形を帯びてくるようにすら思われた彼は 自分の家へ入るのへるを恐れたよしこはもう帰っているだろうかどうしているんだろう犯した罪の恐ろしさに泣き崩れているのじゃなかろうかもうすでに警官に発見されて認知されたのじゃなかろうかまるで初めて自分の家を訪れる時のように彼はしばらく我が家の前にたたずんで 思案を凝らしていた家の中はし感としていて別に変わった様子もなかったとうとう彼は思い切ってくぐりを開けた玄関へ迎えに出たよしこの態度はひどく普段と変わった点はなかったただいつもと違っている点はほとんど口数を聞かないことくらいだったしかしそれは 今朝役所へ出かけるときに傷つけられた感情の余生と見る方が自然なくらいであったまあどうしたんでしょう大家の脱いだズボンをたたんでいたよしこは突然びっくりして叫んだ「おズボンに血がついていたよ」えっと血相を変えて大家は叫んだなるほどズボンの膝のところにまだ生々しい血のりがついていた あれだけ用心をしてきたのに家へ帰るが早いかこんな大手抜かりを発見されたことは彼の心をひどく萎縮させた彼はまごまごしてしまって血のついたわけを説明する口実を見いだすこともできなかったどうしてそんなものがついたのかなとにかく汚いからよく洗っておいておくれよそれからと今日誰か訪ねてこなかったかい と彼はなるべく自然に和頭を転換しようとしたええ別にどなたもそうそうそういえば夕方ちょっとお巡んが来ましたわ何巡査がええ随分人の悪いお巡んよ私のことをいろいろ根掘り葉掘り聞くんですものどんなことを聞いたんだなんて聞いたの ご主人とどういう関係ですかなんてね。私、返事に困っちゃったわ。だって、まだ籍は入っていないし、性が違うから妹だなんて言うわけにもいかないし、仕方がないから、親戚のものだって言っといたわ。なんだ、戸籍調べか。それっきりだったかい帰りがけにニヤニヤ笑っていたわ。きっと、もう知っているのよ。 何を知ってるんだ三四郎は思わずにじり寄ったが、ふと勘違いで真面目になりすぎたことに気がついて、あとは笑いにごまかしてしまった。それっきり二人は黙って食前に向かった。今朝の喧嘩のことも、三つ子のことも、二人とも一言も言わなかった。ただし三四郎は、よし子の様子をそれとなく注視していた。 彼には何もかもが意外だらけだった恐るべき罪を犯したはずのよしこのあの驚くべき落ち着きはどうだろうことによるとよしこは何も知らぬのじゃないかしらいやそんなことは絶対にありえない今朝の彼女の言葉今美津子のことをわざとひと言も言い出さぬ点努めて落ち着いた態度を装っているらしいこと それらの事実はすべて彼女が犯人だという断定に帰着してゆくのであったしかし済んだことは仕方がないなるべくこの事件はこのまま秘密に葬られてしまってくれればよいが人を殺すということは許すべからざる大罪だが元はみんな自分のためだ自分を愛すればこそ よしこはあんな大胆なことをしたのだ訪問をくぐるのはよいことではないがあの女が法の裁きを受けるとなると自分は手を下さずして二人の女をも殺したも同然になるなんとかしてこのままにそっと済ましてしまいたいものだ三四郎は その晩一睡もできなかった。酔いに目撃した惨劇、それにつながる様々な階層と憶測とが、次から次へと彼の頭の中を交代して占領するのであった。神経は針のように尖って、ごとりと音がしても、警官が踏み込んできたのではないかと思ってひやりとした。よしこが果たして犯人だろうか。この疑いは、 特に彼を苦しめた。女というものは異常な場合には異常なことをしかねない性質を持っている。特に愛する男のためには想像もできないような残忍性を発揮することがある。とりわけ彼はバルザックの言葉を思い出した。女というものは一度別の女のものであった男を愛する場合には 全力をとして戦うものだそうであるしかも彼女の場合がちょうどそれに当たるではないか2人の女がしかも多感な女が1人の男を奪い合う場合彼女たちは手段を選ばないどんな残忍などんな陰険な手段でも取りかねない式場のために犯された放火や殺人等の惨劇は 挙にいとまないいにとなほどある。考えれば考えるほど恐ろしい疑いはますます具体的な形をとってくるのであった元来女は嫉妬という狂気を持っている恋することの強い女ほど嫉妬も強い嫉妬せざる女は恋せざる女なりというオーガスチンの言葉を逆にすれば恋する女は嫉妬する女なり ということとになるところでよしこは自分を熱愛している自分を熱愛していることはみつこに対する強烈な嫉妬の存在を称するわけだよしこも長く寝つかなかった三四郎はよしこの小さい頭の中で両親が彼女を責めさいなんでいる様を想像していじらしくなってきたがそれと同時にあくまで自分の反抗を包んで 表面平気を装っているらしい彼女の大胆さが憎らしかったいずれにしても美津子の家でヘマな証拠を残してきたことを彼は返す返すも後悔したあれが元で足がついてよし子の犯罪が発覚するようなことになったら大変だと彼は思ったもしもの場合には証拠を残しておいたのを幸いに自分で全ての罪を着てやろうかとも考えた しかしそんなことをしたところでよしこの身はやっぱり破滅だ彼女は自分に罪を着せて黙っているような女ではないやっぱりこのまま何事も分からず闇から闇に葬られてしまえばよいがなあ彼が妄想にふけているうちにいつの間にか眠っていたらしいよしこの唇がその時突然動いた 許してくださいみつこさんあれみつこさん三四郎は飛び上がるほどびっくりしてどうしたんだおいと次の文句を聞くのが恐ろしさによしこの肩あたりをつかまえてゆすりおこしたよしこはびっくりして目を覚ましたああ怖かった夢でしたのねああよかった私 何か言って何かうなされていたよまあ怖かったわでも不思議ねちょうど私が考えていることを夢に見たのよどんな夢を見たんだあなたが気を悪くするといけないから今は言えないわあ,あ恐ろしかった彼女はまだ恐ろしさに震えていた三四郎も 恐怖にとらわれて二人は思わず顔を見合わせたそして相手の形相を見てさらに震えた恐ろしき夜は刻々に老けていった2人は無言のまま夜の明けるのを待っていたが2人とも明け方になってうとうとまどろんだ 翌朝先に床を離れた佳子は玄関に投げ込んであったバツバツ新聞の社会面を見た時もう少しでそっとするところだった昨夜牛込山吹町の惨劇被害者は妙齢の美人「犯人の目星つく」という初号活字を交えた四段抜き産行の見出しで次のようなことが記されてあった。 昨夜11時牛込区山吹町バツ番地麻吹光子22歳は何者かのために胸部を担当で突き刺されて斬殺されておるのを発見された所轄バツ署よりは直ちに数名の警官出張し警視庁は直ちに管下に非常線を張りて犯人減誕中である隣県の警官はすでに有力な証拠品をつかんだらしく 深夜にもかかわらずバツバツ署捜査本部としてある方面に活動を開始した模様であるから本日中に犯人は逮捕される見込みである被害者の死体を発見した林家の老婆は語る美津子さんの家では11時にもなると玄関のとも今の襖も開けっぱなしになっているのであまり不用心だと思って覗いてみますと 三津子さんが布団を着て休んでおられる様子でしたから二度ばかり呼んでみましたが返事がないので上がってみるとあの始末なのです私は腰を抜かしてしまってしばらくは言葉も出ませんでした被害者の身元は不明であるが近隣の人々の話を総合したところでは本年4月まで浅草雷門前のカフェ大正軒に助給をしていたということである 記者はいち早く対象権を問い生前被害者を知っていたという女給ゆり子について正すとゆり子はまあみつこさんが人手にかかってと驚きながら語ったあの人は人に恨まれるような方じゃないのですけれどこちらに勤めておられる自分からいろいろなお客様と関係があったようですわ何でも学生の方が二人と確か 君さんとかいう請負い師の方とそれから大家さんとか言ってこの春からお役所へ勤めておられる方とがよく見えたように思いますそしてうわさによるとその請負い師の方と今のところに同棲しておられたということですわ被害者の懐中より一通の封書と一通の電報とが発見された封書の差出人は 単に王政とあるのみであるが被害前日の日付にて「明日夕方帰りによります」という文句がしたためられてあり要線には「抜々賞の要線が使用してあった大将権女給の言った通り「王や何がし」と同一人であろうと記者は察する電報は名古屋駅発信で発信時刻は当日午前7時2分受信8時20分で電文は「 終わり中央線にて待つ元へ行き明日朝飯田町着く君となっている伝聞の末尾にある君とは請負い師の君のことではなかろうか死体にはメリンスの掛け布団をかけて一見眠っているように見せかけてあった凶行の発見を長引かすための犯人の小細工らしい現場は非常に取り乱され タンス、鏡台等の引き出しは残らず引き出して中身は混ぜっ返してあったが紛失物もない模様であるからこれまた強盗の仕業と見せかけるための犯人の機形らしいどうや山吹町で履物専門の空き巣狙いが逮捕されたが同人は被害者宅にてキットの赤靴を一足盗んだという奇怪な陳述をしているので取り調べ中である 新聞の記事は大体以上のようなものであった。よしこは靴のところを読んだ時に思わず昨夜、大家が玄関に脱ぎ捨てたままになっていた靴に目をやった。それはまだ買いたての新しい靴であることが一目でわかった。靴、ズボンの血、バツバツ症の要衫、大家。よしこは 喉がつまってものが言えなくなった「おい新聞を貸してごらん」いつの間にか三四郎も起きてよしこの後ろに立っていたよしこは思わず新聞を抱えた「お店というに何か出てるんだろう」うよしこの全身がわなわな震えているので大方の事情を察した三四郎は努めて冷静を装いながら追及した。 すみません。すみません。と言いながら、よしこは新聞をそばに置いたまま、とうとうその場に泣き伏してしまった。三四郎は、非常に緊張して新聞の記事を読み終わった。彼は、自分に嫌疑が向いてくることはもう覚悟していたのであったが、それでも新聞の記事を読むと、頭部類が止まらなかった。が、 新聞記者がよしこに少しも嫌疑をかけていないのを発見してほっとした。やっぱりよしこではないのかなと思って彼はよしこの方をちらりと見た。よしこはまだ顔を伏せたまますすり泣いていた。やっぱりよしこだ。すみませんとたった今彼女が言った言葉の意味が彼にははっきりわかったような気がした。二人は 互いに相手の言葉を恐れた。慰めることも責めることも問いただすこともあえてしえなかったただ命々自分の胸の中ですべてを了解して黙っていた6その朝私立探偵上野陽太郎は マドロスパイプを加えながら屋来の通りの敷石道を大股に歩いていた彼は必要のない時には何も考えないでできるだけ頭を休めておくということをもっと落としていたので今もそれを忠実に実行しているらしかった朝の新聞で三津子殺害の記事を見て彼は大急ぎで山吹町の凶行の現場へ駆けつけ約20分ほどの間 現場を精細に観察したり見張りの警官に23質問したりしてその場を引き上げこれから今度の事件の捜査本部になっているバツバツ警察署へ行くところなのだ現場の視察からは彼は新聞紙に報道されている以外には何らの新しい証拠をつかめなかったらしくただ古新聞を一応拾ってきただけだった何か変わったことが見つかりましたかね 上野の名刺を持って出てきたバツバツ署の佐々木警部に向かって彼はちょっとパイプを口から外して尋ねた「そうですな」と佐々木刑事は相手にも椅子を勧めながら自分も椅子に腰を下ろしておもむろに行った例の手紙の差出人がやっと分かりましてねこれから検挙に向かうところですすると差出人は新聞に出ていたのとは違うんですな そういうわけでもないのですが、何しろ相手が管理ですからな。罰罰省へ行って、本人が果たして実在の人物か否かを調べ、本人の自宅の番地なども聞き出さねばならず、筆跡などもよく比べてみて、いよいよそれに違いないことを確かめるには、新聞記者が当てずっぽうに書き殴るのとは、暇がかかる点は認めていただきたいですな。で、 その大家という男に嫌疑がかかっているわけですなまあそうです他に何か新しい材料は別にそうそう今朝被害者宛に電報が来ましてね発信人はやはり君という男で甲府の駅から撃っているのです今朝の4時20分の発信で配達されたのは6時半頃だったそうです 文面は確か10時21分飯田町つく駅まで向かい頼む君となっているんですかわいそうにその男は丈婦が殺されたのも知らずに帰ってきてさあぞびっくりすることでしょうしかしこの男を問いただしてみれば 被害者の身元や大家との関係などももっと詳しくわかるかもしれませんから証人としてすぐに認知する手はずになっていますそれに今のところ死体の引き取り人もありませんから上野探偵はポケットから時計を取り出して見ながら言った十時二十一分に飯田町へ着くんですねで君という男の人相はわかっているんですかい そりゃあ大将券の女給の話で分かっていますが念のためにその女給に駅まで行ってもらうことになっていますそりゃあよかったではもうすぐ10時ですから私もちょっと駅まで行ってみますかなここから歩いて行ってもまだ間に合いますねああそうそう忘れていたが手紙と電報とはやはり被害者の懐中にあったのですな海中と新聞にあったのは間違いで の中にあったのですと佐々木は新聞の報道のずさんを証明するのはこの時だとばかり少し反り身になっていった手紙の封筒に血で指紋が残っていたというのは本当ですか今見張りの警官に聞いてきましたがしかも指紋は被害者の指紋ではなかったということですなそのとおりです被害者の家の調査冊は空っぽでしたがあの中には 死体が発見された時から手紙類は一つも入っていなかったのですか上野はポケットから一葉の古新聞を取り出して警部に渡した現場でこれを拾ってきたのですかね何かの参考になるかもしれませんからお渡ししときましょう佐々木警部は小さく折って折り目のだいぶずれているバツバツ新聞を大急ぎで広げてずっと見出しに目を通しながら言った 昨日の新聞ですねこれは何か変わったことでも出ているのですか6面をよくご覧なさいああこれは静岡版ですなここに何か出ているのですか佐々木の視線は忙しく活字の上を走った何も出てはいないのですが犯人が昨日静岡県からかもしくは 静岡県下の駅を通過して東京へ来たものだということがこれでわかるんじゃありませんか東京ではこの班は売っていませんからねところで私は時間がありませんからちょっとこれから駅へ行ってみますこう言いながら上野探偵は麦わら帽子をかぶって急いで表へ出た7 上野は駅へ着くとまず売店で旅行案内を一冊買った待合室には2人の知り合いの刑事が1人の若い女と笑いながら何か話していたが上野の姿を見ると「ああ上野先生だ」と言いながら立ち上がってお辞儀をした「あなたが百合子さんですね」探偵は女の方へ向き直っていった「はあ」 と女は小声で答えた今記者がつきますからあなたは相手に見られないように僕の後ろに隠れていて君という人間を私に教えてくださいそれからあの男は山吹町の被害者の家へまっすぐに行くに決まっているから君たちも仰々しくここであの男をインチするようなことはしないがいいぜと上野は2人の刑事に向かって行った そのうち記者が到着した駅の構内は急にざわざわした2人の刑事と上野とは改札口の近くに並んで立っていた百合子は上野の後ろに身を隠して2人の男の肩の間から目だけ出して改札口から出てくる人々を熱心に見張っていた「あれですよあのあから顔の太った男です」と言いながら彼女は 上野の背を指でつついた4人の目は同時に百合子が今説明した人物に注がれた彼は赤棒からトランクを受け取るや否や急いで車を雇った「山吹町」という声を4人ははっきりと聞いた君たちはこれからタクシーであの男をつけて行きたまえそして向こうでよく様子を見た上で突然逮捕するんだ 早すぎても遅すぎてもいけないよ10分くらい様子を見ていたまえ。僕が署長には伝えておくからその点は心配ないよだが抵抗するかもしれんから用心して4人くらいでかかるがいいよゆりこさんはどうもご苦労様でしたさあこれから私たちは本部へ帰りましょう飯田町駅から2台のタクシーが飛んだ1台は山吹町へ 一台はバツバツ署の方向へ上野はタキシーの中で非常に敏昌に旅行案内のページをめくってしきりに手帳に数字を写し取っていた自動車が署の前で止まると上野は急いで飛び降りて佐々木警部の室へ駆け込んだ「大家はもう連れてきましたかもう帰ってくる時分です」と佐々木は柱時計を見ながら答えた上野は「 急いで言葉を続けた君という男は山吹町へ行きましたからあなたの部下の刑事たちに様子を見せにやりました大成功ですよもう30分のうちに犯人は逮捕されますいやもうすでに逮捕されてしまっているのですほら帰ってきました1一台の自動車がバツバツ署の構内へ徐行して入ってきた中からは 私服刑事が45人もぞろぞろ出てきた一番後から真っ青な顔をして降りてきたのは大家三四郎であった大家はすぐにひとまず留置場へ入れられたよく逃げようともしないでまごまごしていたねと佐々木警部は一同を見回しながら上機嫌で言ったちょうど役所へ出るところだって言ってました と一人の私服が汗をふきふきまるで自分の手柄のように言った「レコに泣かれたのは弱ったなと第二の私服が小指を出しながら第三の私服に向かって内緒で言ったかわいそうにことによるとあの女も一生ごけそんで暮らさにはならんぜあの男にはサイくんがあるのかね 2人の会話を耳悟く聞きつけた上野探偵は突然第二の私服に尋ねた崔君かどうかは知りませんが綺麗なのがいました別れる時に泣いて困りましたうんと言いながら上野は手帳の紙を1枚引き裂いて鉛筆を出して何か書きつけていたがやがて球児を呼んで君すまないが電報を1つ打ってきてくれたまえ支給法だね と言いながら九段の紙切れを渡したそれから佐々木警部に向かって今の男の住所をちょっとこの子供に教えてあげてください確か田畑でしたねと言った佐々木はその通りにした上野探偵が球時に渡した紙切れには大家君は無罪今日中に放免さる安心せよと書いてあったさて と上野探偵は佐々木警部に向かって言ったもう僕の出る幕は済んだからおいとましますかなしかしちょっと申し上げておきたいことがありますからどうか別室でお話ししたいと思いますが2人は連れ立って中へ入った他でもないがと上野探偵は席に着くが早いか言った大家君はなるべく早く家へ返してあげてください 若い妻君が心配しとるようですからどんな間違いが起こらんとも限りませんからな佐々木は当惑うに答えた「そりゃ県議が晴れれば返しますが今のところではあの男が」「いや県議はすぐ晴れますよ今に本当の犯人がここへやってきて何もかも白状しますからね」と上野は佐々木の言葉を中途で遮って言った。 王や以外の犯人というのは誰のことですと佐々木は少し景色盤で反問したさっきも申し上げたように昨日静岡を通って帰った男ですよいいですか犯人は昨日の朝7時2分に被害者に宛てて名古屋から電報を打って休養ができたから中央線で松本へ回って翌日東京へ帰ると言ってよこしたのですよ 中央線へ回って松本へ寄ったりしておれば昨日中に東京へ帰ることはできませんから無理もないですねところが警察医の検証によると被害者が強行を受けたのは昨日のまだ明るいうちだということでしょうちょっと見ると犯人のために立派にアリバイが成立しているですねところがその実彼は電報を打った後で 7時20分名古屋発の汽車に乗って東海道線でまっすぐに東京へ帰ったのです。静岡か沼津かあの辺で新聞を買ってね。その汽車が東京へ着くのは4時55分です。すればそれからすぐ電車で行けば明るいうちに山吹町まで十分行けるじゃありませんか。とあの男は東京駅から中央線に乗り換えて牛込駅まで行って 駅にトランクを預けておいてそれから江戸川橋まで市内電車で来たに違いありません教行は無論前から計画してあったのでそれからすぐに予定通りに行われたのでしょう教行を終えると犯人は現状に証拠を残さないようにと用心して上差しに刺してあった手紙類をすっかり火鉢の中で焼き捨てたのですそしてただ自分が名古屋から撃った電報と が当日被害者の家へ来ると言ってよこした手紙とだけを取りのけてそれを被害者のたもとの中へ入れておいたのです無論電報の方はその男の現場不在証明になるし手紙の方は大家の方へ権利が向くようになるからですこれは犯人の指紋を調べてみればすぐわかります火鉢の中には実際手紙を焼いた跡がありましたよ私はさっきよく見てきました それだけ用心しておきながら犯人の大手ぬかりは手紙の上書きに血の指紋を残したこと。静岡で買った新聞を不注意にも現場に残しておいたことです。しかし、佐々木警部はまだ上野の説に不服そうに口を挟んだ。あなたのおっしゃる犯人というのが君のことであるなら、あの男は現に松本へ行ったじゃありませんか どうしてそれが分かりますかねどうしてって今朝甲府から電報を打っているし現に今飯田町駅へ着いたはずじゃありませんかなるほど甲府から電報を打ったことは確かです上野探偵は平然として答えたさっき飯田町へ着いたことも現在私が見てきたのですからこれほど確かなことはありませんだがそれだけでは あの男が松本へ行ったという証拠にも、名古屋から中央線に乗ったという証拠にもならんじゃありませんか。あの男は、強行を済ました後で被害者の家を抜け出し、それから牛込駅へトランクを取りに引き返したのですよ。もっともその間にどっかへ寄ったのかもしれませんが、それはどうでも良い問題です。まあご覧なさい。と彼は、ポケットから旅行案内を取り出して、 その中の中あるページを指しながら続けた飯田町を10時に発車する長野行きの汽車がありますあの男は牛込駅でトランクを受け取って飯田町まで後戻りしてこの汽車に乗ったのですこの汽車は今朝の2時58分に甲府へ着くのですあの男は甲府で下車してしばらくしてから三津子のところへ電報を打ったのです 甲府から撃った電報の発信時刻は今朝の4時20分になっておるでしょうあんな時間に甲府の駅から電報を撃つなんてそれ以外に説明がつかんじゃありませんかそれから駅でしばらく待っていて5時20分発の飯田町行きの汽車であの男は東京へ引き返してきたのですその記者がちょうどさっきあの男が乗って帰った汽車なのですあの記者は甲府から出る汽車で 松本とは連絡しとりませんよ。要するにこんなことをしてあの男は現場に不在であったことを二重に証明しようとしたのですが甲府発の424号列車に乗ったのは不注意でしたよ旅行案内を見ればすぐに化けの皮が現れますからねほうと佐々木警部は呆然として言ったその証拠には上野探偵は 言葉を続けたあの男はわざわざ家中に電報を打ったまで被害者に迎えに来てくれと言ってよこしておきながら駅へ着いた時辺りを振り向きもせず待合室を探しもしないでまっすぐに車を呼んで乗りましたよ誰も迎えに来ておらぬことをちゃんと知っていたのです名古屋から打った電報も甲府から打った電報も2通とも あなたたた方を満すするために撃ったものですよしかしなぜあの男が美津子を殺したのでしょうそれは調べてみねばわかりませんねしかしことによると被害者があの男の現在の秘密か旧枠かを知っているのでどうしても生かしておくわけにはいかない羽目になっていたのかもしれませんよあの男はこの事件以外にも 思いもよらん泥を吐くかもしれんと私は思いますねいずれにしても犯罪が非常に計画的ですから式場関係じゃなかろうと思います佐々木警部が上野探偵の名狂のごとき推理にすっかり切腹されてしまって彼を抜抜署の入り口まで送り出してきたのはそれから間もなくであった上野探偵が抜抜署の門を出るとき すれ違いに君を乗せた自動車が同所の構内に入ったが彼はもうそんなものには興味がないといったふうに見向きもしないでマドロスパイプをくわえたままいつもの無念無双の歩みを続けていった上野探偵からの知らせで抜々署の前では三四郎の釈放されるのを迎えに来ていたよしこが 署の構内から出てくる未来の夫の姿を見いだしたのはその日の夕方近くだった二人は勘違い無料でしばらく無言のまま顔を見合わしていたがやがて女の方が口を切った私あなただとばっかり思っていたものですから心配で心配で僕はまた よしちゃんだとばかり思って心配していたんだ。本当に！よしちゃんじゃなかったのだね。2二人は？美津子の死体を引き取ることを即座に可決し。その足で。美津子の霊前に備えるべく。花を買いに行ったのであった。